現場浩一郎です。奥さん、私が最も期待をしている、国会議員です。今立憲民主党の中でも役員室長というですね、まあ、いわば政府であれば官房長官のような立場で仕事をしています。残念ながら役員室長っていうのはなかなかテレビに出る機会がないので、皆さん分かりにくいかもしれませんけれども、まさに屋台骨を、支えているのが大木さんです。今回もぜひとも小選挙区で勝たせていただいて、まさに日本のリーダーにですね、いよいよ押し上げていこうじゃありませんか。現場浩一郎からもよろしくお願いいたします。